エドゥアール・マネは19世紀のフランスの画家。近代化するパリの情景や人物を伝統的な絵画の約束時にとらわれずに描き出し、絵画の革新の担い手となった。特に1860年代に発表した代表作、草上の昼食とオランピアは絵画界にスキャンダルを巻き起こした。印象派の画家にも影響を与えたことから、印象派の指導者あるいは先駆者として位置づけられる。エドゥアール・マネは、パリの裕福なブルジョワジーの家庭に生まれた。父は、マネが法律家となることを希望していたが、中学校時代から、叔父の影響もあって絵画に興味を持った。海軍兵学校の入学試験に2回失敗すると、父も諦め、芸術家の道を歩むことを許した。歴史画家であったトマ・クチュールに師事したが、マネは伝統的なクチュールの姿勢に飽き足らず、ルーブル美術館やヨーロッパ各地への旅行で、ベネツィア派やスペインの巨匠の作品を模写した。国評を浴びた草上の昼食とオランピア1859年以降、サロン・ド・パリへの応募を続け、1861年にスペインの写実主義的絵画に影響を受けた。スペインの歌手などで初入選を果たした。理想化された主題や造形を追求するアカデミズム絵画とは一線を画し、近代パリの都市生活をはっきりした輪郭や平面的な色面を用いながら描く作品は、サロンでは非難にさらされることが多かったが、詩人シャルル・ボードレールのように支持する論者もいた。1863年に、ナポレオン3世の号令により開催された落選展で草上の昼食を出展すると、パリの裸の女性が着衣の男性と談笑しているという主題が風紀に反すると非難を浴び、スキャンダルとなった。さらに1865年のサロンにオランピアを出品すると、パリの娼婦を描いたものであることが明らかであったことから、草上の昼食を上回る非難を浴びた。意気消沈したマネは、パリを離れてスペインに旅行し、ベラスケスの作品に接して影響を受けた。ベラスケス研究の成果といえる、笛を吹く少年を1866年のサロンに提出したが、落選した。この時、作家エミール・ゾラの援護を受けた。マネは、パリのバティニョール地区にアトリエと住居を置き、カフェゲルボアに足しげく通っていたが、マネの周りには、ゾラを含む文筆家や芸術家が集まっていた。1860年代後半には、モネ、ルノワールなどの若手画家もマネを慕って、集まりに加わるようになり、バティニョール派と呼ばれるようになった。最後の大作、フォリー、ベルジェールのバー1870年に、普仏戦争が勃発し、プロイセン軍がパリに迫ると、マネは国民軍に入隊し、首都防衛戦に加わった。普仏戦争とパリコミューンの混乱が収束して、第三共和制の時代になると、バティニョール派の若手画家たちはサロンから独立したグループ展を立ち上げ、印象派と呼ばれるようになった。マネは、批評家からは印象派のリーダー格と目されていたが、自身はサロンで成功することを重視し、印象派グループ展への参加を拒絶した。それでも、特に、モネとの親しい関係は続き、モネのアルジャントゥイユの家をたびたび訪れ、戸外制作などの印象派の手法を取り入れた作品も制作している。また、詩人ステファヌ・マラルメと親しくなり、その影響も受けた。1880年頃からは、梅毒により、左足の壊疽が進み、パリ郊外で療養しながら制作を続けた。1882年のサロンに、最後の大作、フォリー、ベルジェールのバーを出品した。1883年4月、壊疽が進行した左足を切断する手術を受けたが、経過が悪く、51歳で亡くなった。マネの死後、1890年に、モーネの働きにより、オランピアが国のリュクサンブール美術館に受け入れられ、1896年に、ギュスターブ・カイユボットの遺贈により、バルコニーなどが、政府に受け入れられるなど、マネに対する公的な認知は進んだ。もっとも、これらの受け入れの際にも美術界の保守派からは反対の声が上がり、マネと印象派に対する抵抗は根強いものがあった。しかし、その後、美術市場でのマネの評価は急速に上がり、1989年には旗で飾られたモニエ通りが$24,000,000で落札され、2014年には春が$6,512万余りで落札されるなど、美術市場の上位を占めるに至っている。マネの油彩画は400点余りとされている。マネは保守的なブルジョワであり、サロンでの成功を切望していたが、草上の昼食とオランピアは本人の意図と裏腹にスキャンダルを呼び、美術界の革命を起こすことになった。主題の面では、娼婦の存在や近代社会における人間同士の冷ややかな関係をありのまま描き出したことが革新的であり、非難の的ともなった。造形の面では、陰影による肉付けや遠近法といった伝統的な約束時にとらわれない描写を生み出していった。同時に、伝統的なイタリア絵画、スペイン絵画、フランス絵画から学んでいる点も多く、オールドマスターの作品から主題やモチーフを引用し、現代的な文脈に置き直していったと言える。また、平面的な彩色やモチーフを切り取る構図などに、日本の浮世絵の影響を受けていると考えられる。印象派の画家たちから敬愛され、彼らに大きな影響を与えた一方、マネ自身が後輩の印象派から影響を受けた。マネには印象主義的な要素の濃い作品もあるが、印象派グループ展には参加していないことから、印象派には含めず、印象派の指導者あるいは先駆者として位置づけられるのが一般的である。マネの作品は、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソなどによって模倣や再解釈の題材とされており、彼らの芸術に様々な影響を残していると考えられる。プティーズ・オーギュスタン通りに残るマネの生家の門、=でボザールの目の前である。マネは1832年、パリのプティーズ・オーギュスタン通りで裕福なブルジョワジーの家庭に長男として生まれた。マネの父オーギュストは、法務省の高級官僚で共和主義者であった。母ウジェニーはストックホルム駐在の外交官フルニエ家の娘であった。マネの弟にウジェーヌとギュスターブが生まれた。少年時代のマネ。1844年から1848年までトリュデール大通りの中学校コレージュロランに通った。父はマネが法律家の道を継ぐことを望んでいた。一方、母方の叔父、エドゥアール・フルニエ大尉は芸術家肌の人物で、マネにデッサンの手ほどきをしたり、マネら三兄弟や、マネの中学校の友人アントナン・プルーストをルーブル美術館に連れて行ったりした。マネはこの頃から絵画に興味を持っていたようであり、ルイ・フィリップがルーブル美術館に設けたスペイン絵画館で17世紀スペインのレアリスム絵画に触れ、影響を受けた。プルーストの回想によれば、コレージュの歴史の授業で、画家が流行遅れの帽子を描いていることを、ドゥニ・ディドロが批判した展覧会表を読んだとき、マネが、僕たちは時代に即していなければならない。流行など気にせず、見たままを描かなければならないんだ。と発言したという。また、オジ・フルニエが絵画の課外授業に出席させてくれたが、言われたお手本を模写するのではなく、近くにいる生徒たちの顔をスケッチしていたという。マネは芸術家の道を不安視する両親の意向を受け、水兵になると父に宣言して、海軍兵学校の入学試験を受けたが、落第した。1848年12月、実習船に乗ってリオデジャネイロまで航海した。後に、マネは、私はブラジル旅行で、たくさんのものを得た。毎夜、船の航跡の中に、光と影の働きを見たものだった。昼間は上甲板で水平線をじっと見つめていた。それで空の位置を確定する方法が分かったのだ。と述べている。1849年6月にパリに戻ると海軍兵学校の入学試験を再び受けたが、また落第した。これに父も諦め、マネは芸術家の道を歩むことを許された。マネが1849年から1856年、師事したトマクチュール。マネは1849年秋頃、トマクチュールのアトリエに入り、ここで6年間修行した。クチュールは1847年のサロン・ド・パリに大敗期のローマ人を出品して成功した当時のアカデミズム絵画界の中では革新的な歴史画家であった。マネはクチュールの近代性から影響を受ける反面、伝統的な歴史画にこだわるクチュールの姿勢には反発した。マネがモデルに服を着させたままポーズを取らせていると、クチュールが入ってきて、君は君の時代のどう見えにしかなれないと批判した。また、マネはアトリエで学ぶ傍ら、ルーブル美術館でティントレット、ティツィアーノ・ベチェッリオ、フランソワ・ブーシェ、ピーテル・パウル・ルーベンスなどの作品を模写した。1852年には、アムステルダム国立美術館を訪れ、1853年には弟ウジェーヌと共に、ベネツィア、フィレンツェを旅行し、ティツィアーノのウルビーノのヴィーナスを模写した。さらに、この時、ドイツや中央、ヨーロッパまで足を伸ばし、各地の美術館を訪れたようである。存命中の画家の中では、ギュスターヴ・クールベのオルナンの埋葬、ジャン・バティスト・カミーユ・コロー、シャルル・フランソワ・ドービニー、ヨハン・ヨン・キントラの風景画を高く評価していた。友人アントナン・プルーストと共に、ウジェーヌ・ドラクロワの元を訪れ、作品の模写の許可を求めたが、ドラクロワからは許可をもらったものの、冷淡な対応をされたようである。この頃、弟たちのピアノの家庭教師、シュザンヌ・レイホフと恋仲になった。1852年1月にはシュザンヌに男の子レオンが生まれ、戸籍上はシュザンヌの弟として届け出られた。実際にはレオンはマネの子であった可能性が大きいと考えられている。1856年にクチュールのアトリエを去ると友人の画家との共有でバティニョール地区のラボワジエ通りにアトリエを構えた。しばらくはサロンへの応募をせず、ルーブル美術館でティントレット、ディエゴ・ベラスケス、ルーベンスなどの巨匠の模写を続けた。その中で画家のアンリ・ファンタラトゥール、エドガー・ドガと知り合った。1857年にはフィレンツェを再訪し、サンティッシマ・アヌンツィアータ教会のアンドレア・デル・サルトの壁画を模写した。サロンの様子。サロンに入選することが画家としての成功の道であった。1859年のサロンにアブサンを飲む男を初めて提出したが、下絵のような無造作な描き方が不評だったのに加え、酔った男や足元の酒瓶という露骨な現実を画題とすることがサロンにふさわしくないと酷評され、落選した。もっとも、審査員だったウジェーヌ・ドラクロワからは評価された。詩人のシャルル・ボードレールも、この作品を称賛した。この頃には、マネとボードレールは親しく交流していた。サロン落選に続いて、1860年にはマネが制作した肖像画、ブリュネ夫人がモデルの家族から受け取りを拒否されるということもあった。この頃、マネが住むバティニョール地区の近くにはショーポーランド地区という貧民街があったが、ジョルジ・オースマンによるパリ改造の中でマルゼルブ大通りが縦貫することになり、古い家屋は取り壊されていった。マネが1861年にアトリエを構えたギュイヨ通りもその近くである。友人マルセル・プルーストの回想によれば、マネは一緒にショーポーランドを通った時、家屋が埃を上げて取り壊されている情景を見て、長い間押し黙って心を奪われていたという。1860年代初頭のマネの作品には、ショーポーランド界隈の貧しい人々を描いたと思われる作品が多い。ビクトリーヌ・ムーラン、草上の昼食やオランピアのモデルにもなった。1861年のサロンにスペインの歌手と両親を描いたオーギュスト・マネ夫妻の肖像を応募し、いずれも初入選した。当時のフランスではスペイン趣味が流行しており、マネはイタリア風の古典的作品に反発する立場から、スペインの写実主義的絵画に傾倒していた。彼は、マドリードの巨匠たちや、フランス・ハルスを思い浮かべながら、スペインの歌手を描いたと語っている。スペインの歌手は、サロン会場の人目につかない隅に展示されていたが、テオフィル・ゴーティエが絶賛したことから、急に中央の良い場所に移され、優秀賞の評価まで受けた。アルフォンス・ルグロ、アンリ・ファンタラトゥール、カロリュス・デューラン、フェリックス・ブラックモンなど、若いレアリスムの画家たちはこの作品に衝撃を受け、揃ってマネの家を訪れた。マネは彼ら画家集団の核となっていった。一方、オーギュスト・マネ夫妻の肖像については、両親の間に奇妙な冷たさが流れていることから、批評家から、マネは最も神聖な肉親の絆でさえも、土足で踏みにじると非難された。それでも、サロンでの成功を重んじる父に対し、約束を果たすことができた。同年秋には、イタリアン大通りのルイ・マルティネの画廊で主要作品を展示する展覧会を開いた。この時、以来、マルティネ画廊では、マネ作品を取り扱うようになった。1862年には、チュイルリー宮殿に隣接する庭園で開かれたコンサートを題材としたチュイルリー公園の音楽会を制作し、テオフィル・ゴーティエ、ボードレール、ジャック・オフェンバック、ザカリ・アストリュク、アンリ・ファンタラトゥールといった社交界の友人たちをモデルとして登場させた。第二帝政下の華やかなブルジョワ社会を描いた作品である。マネは1863年、マルティネ画廊での個展に、チュイルリー公園の音楽会やローラ・ド・バランスを展示したが、輪郭がはっきりした筆遣いや平面的な色面の処理が奇妙だと捉えられ、激しい非難にさらされた。この時期、マネは内縁の妻、シュザンヌをモデルにした驚く妊婦やレオン少年をモデルにした剣を持つ少年などを制作している。1862年にマネの父が亡くなると、1863年10月、マネはシュザンヌと結婚した。また、この頃知り合った女性ヴィクトリーヌ・ムーランにモデルを依頼して、街の女歌手、ヴィクトリーヌ・ムーランの肖像などを制作している。草上の昼食が落選したのと同じ1863年のサロンで絶賛を浴びたアレクサンドル・カバネル、ヴィーナスの誕生。マネは1863年のサロンに応募したが、落選した。この年のサロンの審査は例年に比べ非常に厳しく、落選者の不満が高まった。これを懸念したナポレオン3世がサロンと並行してサロン落選作で構成する落選展を開催することを命じた。マネの水浴、マホの衣装をつけた若者、エスパダの衣装をつけたヴィクトリーヌ・ムーランも落選展に展示された。ところが、特に草上の昼食は批評家たちから酷評と嘲笑を浴び、一大スキャンダルとなった。当時、裸婦を描くこと自体は珍しいものではなく、実際、この年のサロンで称賛されたアレクサンドル・カバネルのヴィーナスの誕生は、官能的な裸婦を描いているが、現実ではなく神話の世界を描いたものであるため、良識に反することはなかった。また、マネが発想源としたティツィアーノの田園の総額でも、裸の妊婦と着衣の男性が描かれている。しかし、草上の昼食の裸婦は、パリの現実の女性が着衣の男性と談笑するというもので、風紀に反すると考えられた。裸婦の周りに、果物などの食べ物や、脱いだ後の流行のドレスが描かれることによって、裸婦が妊婦などではなく現実の女性であることが露骨に強調されることになった。当時の鑑賞者は、この作品から社会の影の部分である売春の世界を読み取った。批評家、エルネスト・シェノーは、デッサンと遠近法を学べば、マネも才能を手に入れることができるだろうと、描き方の稚拙さを指摘するとともに、ベレー帽をかぶり短いコートを着た学生たちに囲まれ、葉の影しか身にまとっていない娘を木々の下に座らせている絵が申し分なく清純な作品だとは思えない。中略彼は俗悪な趣味の持ち主だ。と、テーマ自体を厳しく批判した。マネ、カフェにて。カフェゲルボアの様子と思われる。1864年、バティニョール大通り34番地に引っ越した。マネは、自由奔放な私生活を送っており、以前からイタリアン大通りのカフェトルトーニやカフェドバードに足しげく通っていたが、バティニョール大通りに移った頃からカフェゲルボアに足を運ぶようになったと思われる。カフェゲルボアのマネの周りには次第に美術家や文学者が集まり始めた。その中には詩人のザカリ・アストルク、中学時代、クチュールが塾時代からの友人アントナン・プルースと、写真家、ナダール、批評家、ルイ・エドモン・デュランティ、テオドール・デュレ、フィリップ・ビュルティ、画家アンリ・ファンタラトゥール、アントワーヌ・ギュメ、版画家、マルス・ランデ・ブータンなどがいた。作家のアルマン・シルベストルは、カフェゲルボアでの真似について、次のように描写している。この革命家、中略は、完璧な紳士のマナーを持っていた。しばしば派手なズボンを履き、ショートジャケットを着て、つばの平らな帽子を後頭部にかぶり、いつも汚れ一つないスウェードの手袋をはめているので、マネはボヘミアンのようには見えなかったし、実際、彼にはボヘミアンらしいところは少しもなかったのである。彼は一種のダンディーだった。中略彼は、とても寛大で親切であったけれども、会話ではわざと皮肉でしばしば毒を含んでいた。人を打ちのめす痛烈な言い回しを素晴らしく流暢に操った。しかし同時に彼の言葉遣いは好意に満ちていて、そこに込められた考えは全く正しかった。アルマン・シルベストル、回想の国でオランピア1864年のサロンには、シセール・キリストと天使たちとスペインの闘牛の絵を提出し入選した。ボードレールは審査委員であった友人にマネの作品を良い場所にかけてくれるように依頼したり、マネがゴヤやベラスケスを模倣しているとの批判的意見に反論したりしている。しかし批判は強く、マネはこれに落胆し、闘牛の絵を切断して2つの部分だけを残した。オランピアの参照源となったティツィアーノのウルビーノのヴィーナスマネは1865年のサロンにビクトリーヌをモデルとしたオランピアを出品し入選した。ところがこの作品は草上の昼食以上のスキャンダルを巻き起こした。ラフがベッドに寝そべる構図はティツィアーノのウルビーノのヴィーナスを発想源としていたが、マネの作品はヴィーナスとは程遠いパリの娼婦を描くものであることが明らかであった。表題のオランピアとは娼婦の源氏名として広く使われる名前であったし、黒人のメイドは商関に多かった。メイドが運ぶ花束は、前夜の客から贈られたものである。ウルビーノのヴィーナスに描かれていた犬は、忠誠、貞節のシンボルだが、マネが描き入れた黒猫は、性的なイメージを暗示するものと受け止められた。マネは、急速に近代化が進むパリのブルジョワ社会の暗部を、赤裸々に描き出したのであった。なお、この時のサロンで、クロード・モネが、会計画2点を提出し、アルファベット順でマネと同じ部屋に並べられていたが、この会計画を見た人が、名前の似たマネの作品と誤解し、マネに祝福の言葉をかけた。マネは、自分の名前を悪用して、名を売ろうとする画家がいると思い、憤慨したという。スペイン旅行で影響を受けたベラスケスによる肖像画。マネは、オランピアへの批判に意気消沈し、ブリュッセルにいたボードレールに宛てて、あなたがここにいてくださったら、と思います。僕の上には、バリ草原が雨あられと降っています。と書き送り、ボードレールから励ましを受けている。マネは、物議に辟易し、8月からスペインに旅行をした。マドリードの王立美術館で、ベラスケスを中心とするスペイン絵画に触れ、友人ファンタラトゥールに、ベラスケスを見るだけでも旅に出る意味がある。と書き送っている。また、マネは、これらの素晴らしい作品の中で最も驚くべき作品、おそらくこれまでに描かれた最も驚くべき絵画作品は、フェリーペ4世の時代のある有名な俳優の肖像と、目録に記載されている絵だ。背景が消えている。黒一式の服を着て生き生きとした。この男を取り囲んでいるのは空気なのだ、と書いている。この旅の中で、批評家、テオドール・デュレと知り合い、親友となった。サンペテルスブール通り4番地のマネが住んでいた家。アンリ・ファンタラトゥールによるマネの肖像画。マネは、1866年、サン・ラザール駅近くのサンペテルスブール通りに住居を移し、死去までこの通りに住んだ。マネは1866年のサロンに笛を吹く少年を提出したが落選した。この作品はスペイン旅行でベラスケスに学んだ単純で平坦な背景処理を実践したものであった。駆け出しの作家だったエミール・ゾラがこの年の春、画家アントワーヌ・ギユメの紹介でマネのアトリエを訪れ、マネに心酔するようになった。ゾラはレヴェヌマンが見れ、サロンで落選した笛を吹く少年について、私はこれほどまでに複雑でない方法で、これ以上力強い効果を得ることはできないように思う。とマネを強く擁護した。1867年のパリ万国博覧会では、ジャン・レオン・ジェロームやカバネルのようなアカデミズム絵画のほか、ジャン・バティスト・カミーユ・コロー、ジャン・フランソワ・ミレーのようなバルビゾン派の作品は展示されたが、マネの作品は展示されなかった。そこで、マネは展覧会場から遠くないアルマ橋付近に多額の費用をかけてパビリオンを建て、10年近くにわたる主要作品50点を展示する個展を開いた。マネはゾラに宛てて、私は危険な賭けをしようとしていますが、あなたのような人々の助けがあるので成功を確信しています。と書いている。しかし、称賛した批評家もわずかにいたものの、マネが期待したような社会的評価は得られなかった。ただ、マネの傑作すべてを一堂に見られる充実した内容であり、これを見た若い画家たちは大きな影響を受けた。モネやフレデリック・バジールがサロンに頼らずに自分たちのグループ展を計画するきっかけにもなった。マネは自分の作品についてほとんど文章を残していないが、個展に際しての主意書の中では次のように書いている。今日、芸術家、マネは欠点のない作品を見に来てくれとは言わず、真摯な作品を見に来てくれという。この真摯さゆえに、画家はひたすら自分の印象を描いているにもかかわらず、作品は図らずも、抗議の色合いを帯びてしまうのである。マネは抗議しようとしたことなど断じてない。中略彼は他の誰でもなく自分自身であろうと努めたに過ぎない。マネ、主意書ゾラは1867年、レヴェヌマン紙の記事を発展させて、小冊子、マネ論を発表し、マネの個展の中で販売した。ゾラはその中で次のように書いている。これは、絵画は、純粋に色彩と形態を追求するものだというモダン、アートの先駆けとなる考え方であった。いかなる対象を前にしても画家、マネは対象の様々な色調を識別する自らの目に従う。それは壁を背に立つ人物の顔は灰色の地に塗られた白っぽい円に過ぎず、顔の横に見える洋服は青みがかった色ムラでしかない、といった具合なのだ。中略多くの画家たちは、絵画で思想を表現しようと躍起になるが、この馬鹿げた過ちを彼は決して犯さない。中略複数のオブジェや人物を描く対象として選択するときの彼の方針は自在な筆さばきによって色調の美しいきらめきを作り出せるか否かということだけだ。エミール・ゾラ、マネロン、アンリ・ファンタラトゥール、バティニョールのアトリエ1870年。アストリュクをモデルに絵筆を持つマネを、ルノワール、バジール、ゾラ、モネらが囲んでいる。マネはゾラの応援にを強くし、1868年のサロンにはゾラの肖像を出品している。その画中の机の上には青い表紙のマネ論小冊子が描かれている。1860年代後半にはクロード・モネもアストリュクの紹介でマネと知り合った。ゾラやモネのほか、ピエール・オーギュスト・ルノワール、フレデリック・バジール、カミーユ・ピサロなど、アカデミー・シュイスや、シャルル・グレール画塾を中心として集まった、若手画家たちも、カフェ・ゲルボアに顔を出すようになった。こうした若手画家たちは、バティニョール派と呼ばれるようになった。ファンタラトゥールが描いた、バティニョールのアトリエには、マネを中心とする、若手画家たちの集まりが描かれている。1868年には、ファンタラトゥールを通じて、女性画家ベルト・モリゾとその姉、エドマ・モリゾと知り合った。ベルト・モリゾは、マネの作品のモデルを務めるようになる。1869年2月には、エヴァ・ゴンザレスがマネのアトリエに弟子入りした。ドガ、マネとマネ夫人1868から69年頃。マネが切断し、怒ったドガが描き直すためにキャンバスを右側に継ぎ足したが、結局描かれないまま終わった。エドガー・ドガとは、ルーブル美術館で模写をしている時に知り合って、親しくなったが、ドガがカフェ・ゲルボアに出入りするようになったのは1868年春頃からである。二人は、互いに敬意を持ちながらも、遠慮なく辛辣な言葉の応酬を繰り返す関係だった。ドガがピアノを弾くシュザンヌとマネを描いた作品を送ったが、マネは妻の姿が気に入らず、絵を切断してしまった。ドガはその絵をマネの家で目にして激怒し、マネからもらった生物画をマネに送り返した。ドガは晩年、画商アンブロワーズ・ボラールから、でも、その後マネと仲直りしましたよねと聞かれると、マネと仲違いしたままでいられるはずはないよ、と答えている。マネは1867年にフランスが擁立していたメキシコ皇帝マクシミリアンが銃殺された事件を題材に、皇帝マキシミリアンの処刑への油彩画3点と石版画1点を制作していたが、1869年1月、内務省から検閲により、絵画がサロンに受け入れられないこと、石版画の印刷が禁止されることを通知された。ゾラはラ・トリビューヌ紙にこの検閲を批判する記事を載せた。1869年のサロンにはバルコニーとアトリエでの昼食が入選した。バルコニーにはベルト・モリゾがモデルとして登場している。左手前を見つめるモリゾを含め、3人の人物はぎこちなく、視線はうつろで、噛み合っていない。モリゾはサロン会場で見たこの作品について、マネの作品はいつものことですが、熟していない硬い果実のような印象を醸し出しています。バルコニーに描かれた私は醜いというよりも奇妙です。と書いている。批評家たちは登場人物が何を考えているのか、不明瞭で生物画のようだと言ってけなした。しかし、現在では、近代の人間の中に存在する無関心を描き出すことこそがマネの本質であったと評されている。マネは基地に富んだ言葉で相手をやっつけようとするところがあり、1870年にはエドモン・デュランティと口論の末、剣で決闘をするという出来事もあった。二人は大きな怪我はなく、その日の夜には和解した。第二訂正した最後のサロンとなった1870年のサロンにはエヴァ・ゴンザレスの肖像を提出したが、保守派の批評家、アルベール・ボルフは油彩で描かれた醜い平坦なカリカチュア、注目を引くためだけのお粗末な絵とこき下ろした。他方、テオドール・デュレやエドモン・デュランティはマネを擁護する論評を書いた。普仏戦争から1870年代初頭1870年7月、普仏戦争が勃発し、ナポレオン3世は9月にスダンでプロイセン軍に降伏した。マネはプロイセン軍のパリ侵攻に備えて家族をピレネー山脈のオロロン・サントマリーに疎開させた。11月、国民軍に中尉として入隊し、首都防衛戦に加わったが、1871年1月、フランス軍はパリを包囲していたプロイセン軍に降伏し、開城した。マネは2月、パリを去り、疎開していた家族と合流して、パリに帰ろうとしたが、3月のパリ放棄、パリコミューン成立と引き続く内戦によって足止めされ、5月の地の1週間で、パリコミューンが鎮圧された頃に、パリに戻ったと思われる。ベルト・モリゾの弟が、戦闘中のパリでマネとドガの二人いずれを目撃したという記録がある。普仏戦争とパリコミューンの混乱が収束すると、ロンドンに難を逃れていたモネやピサロなど、バティニョール派の若い画家たちがパリに戻ってきた。モネはパリ郊外のアルジャントゥイユにアトリエを構えたが、その借家を修繕したのは、セーヌ川の対岸、ジュヌビリエに広大な土地を所有していたマネであった。マネや、ルノワール、シスレーらは頻繁にモネのアトリエを訪れ一緒に制作した。マネはモネラ若い画家から敬愛される一方、モネラの新しい手法からも影響を受けていった。ロンドンでモネやピサロと知り合った画商ポール・デュラン=デュエルが他のバティニョール派の画家たちにも興味を持つようになり、1872年にはマネの作品24点を購入した。第三共和制の下で最初に行われた1872年のサロンには、マネは1864年制作のキアサージ号とアラバマ号の改選を提出し、入選した。1873年のサロンには、ルボンボックと休息が入選した。ルボンボックは、伝統的な表現手法による肖像画で、サロンでは好評だったが、バティニョール派からは評価されなかった。シルベストルは、マネの絵が大衆に少しずつ受け入れられつつあることを感じ、マネは未だ議論の場にいるものの、すでに困惑の対象ではないと書いている。19世紀のカフェドラ・ヌーベル・アテーヌ。マネとその仲間たちのたまり場は、1873年半ば頃、カフェゲルボアからマルス・ランデブータンに先導されるように、ピガール広場のカフェドラ・ヌーベル・アテーヌに移っていったようである。そこにはカフェゲルボアからの常連に加え、新しいメンバーも加わった。小説家、ジョージ・ムーアは、カフェで隣り合って座るマネとドカだが、マネは明るさと率直さに満ちた性格で、芸術においては必ず自然に即して描くのに対し、ドカは目がきつく皮肉屋で、絵はデッサンと覚書きから組み立てるなど、あらゆる点で、対照的であったことを書き留めている。印象派展への不参加、モネやピサロは1873年のサロンには応募しなかった。彼らはこの頃からサロンとは独立したグループ展の開催を計画していた。モネはこの年4月、ピサロへの手紙の中でマネ以外はすべての人が賛同しています。と書いている。そして1874年4月、モネ、ピサロ、ルノワール、シスレー、ドガ、ベルトモリゾなど30人の参加者で第1回グループ展を開いた。後に第1回印象派展と呼ばれる画期的な展覧会であった。マネは1873年のサロンでルボンボックが好評だったこともあって、サロンこそ画家の唯一の道であると考え、グループ展を開くことには反対であった。そのため、モネやドガから熱心に参加を勧められたが、断った。参加しない口実として、コテで描く盛んに過ぎないようなセザンヌとか、代わりを持ちたくないと公言していたという。マネは、同じ1874年のサロンに、鉄道を出品している。深い愛情で結ばれた理想的な母子像ではなく、読書に熱中する母親と、退屈そうに、サンラザール駅の構内を眺める娘を冷ややかに描き出した作品である。マネはこうした現代都市の人間像に関心を寄せていた点でも、戸外制作による風景画を主にしたモネら印象派とは方向性が違っていた。ドガはグループ展に参加しないマネについて、写実主義のサロンが必要だ。マネはそのことを分かっていない。どう考えても彼は利口というよりうぬぼれ屋だ。と批判した。とはいえ、この年、グループ展の入場者数は30日で、延べ約3500人だったのに対し、サロンの入場者数は40日間で、延べ50万人を超えていたとみられ、公衆の認知はまだまだサロンが大きな力を持っていた。グループ展は、批評家、ルイ・ルロワの風刺的な記事を筆頭に、嘲笑する声が大きく、経済的にも赤字に終わった。マネはグループ展に参加しなかったにもかかわらず、批評家たちは、師とマネ師とその弟子たちと書くなど、マネを印象派のリーダー格と目していた。モネとの親しい関係は続き、マネはたびたびアルジャントゥイユを訪れていた。モネが経済的困窮に陥り、マネに苦境を訴える手紙を送ると、マネは援助に応じた。モネは小さなボートをアトリエ船に仕立て、セーヌ川に浮かべて制作したが、その様子をマネが描いている。モネの回想によれば、1874年、マネ・トルノワールが、アルジャン・トゥイユのモネの家で、モネの妻カミーユと、息子、ジャンを一緒に描いたことがあったが、マネは、モネに、あの青年には、才能がない。君は友人なら、絵を諦めるように進めなさい。と言ったという。もっとも、マネは、心からルノワールを称賛していたので、このエピソードは、ルノワールと競い合ったマネの苛立ちを表したものに、過ぎないとも指摘されている。ところで、マネはこの時初めて古街にイーゼルを立てて制作したと思われるが、これは古街の明るい光の下で自然の印象を正確に捉えようというモネの古街制作の手法に従ったものであった。マネは印象派の技法を取り入れたアルジャン・トゥイユを1875年のサロンに出品した。印象派に対するマネの支持表明と言える。しかし、背景のセーヌ川の描き方が青い壁のようだなどと、酷評を浴びた。1874年12月には、マネの弟ウジェーヌ・マネと、ベルト・モリゾが結婚した。1875年頃、エコールでボザールの教師に対し反乱を起こした、若手画家のフラン・ラミや、フレデリック・コルデーが、マネに自由なアトリエを開いてほしいと言って、受け入れを求めたが、マネは、公的な評価を気にして、これを断ったようである。マラルメとの親交マネは、1873年頃、詩人ステファヌ・マラルメと知り合い、親しくなった。1875年、マラルメがエドガー・アラン・ポーの大ガラスを訳した時、その挿絵のためにリトグラフを制作した。翌1876年には、マラルメの牧神の午後の挿絵のために木版画を制作した。マネは、1876年のサロンに、選択とマルス・ラン・デ・ブータンを描いた画家を応募したが、落選した。そこで、マネは個展を開き、これらの落選作を公開した。招待状には、金色の文字で、ありのままに描く、言いたいように言わせると書かれていた。この個展には、1日に400人もの来場者があり、新聞は大々的に報じた。なんということ。目鼻立ちがすっきりとして穏やかな眼差しをした手入れされたブロンドの髭のこの紳士、中略パリッとしたシャツを着て、きちんと手袋をはめた、この紳士がボート遊びをする人々、アルジャン・トゥイユの作者なのだ、と驚きをもって伝えており、相変わらずマネの作品に対する評価は低かった。一方、マラルメは選択について、おそらく画家、マネの経歴において、そして確実に美術史上、時代を画する作品だと称賛した。マネは、マラルメに肖像画を贈り、マラルメはこれをずっと自分の家に飾っていた。マラルメは、ボードレール、ゾラに続くマネの擁護者としての役割を果たした。マネの死後、マラルメは、マネについて、次のように述べている。失望の中にも、中略男らしい無邪気さがあった。つまり、カフェトルトーニでは、からかい好きで、粋な人間だった。その一方、アトリエでは、まるで一度も絵を描いたことがないかのように、白いカンバスに劇場を投げつけていた。ステファヌ・マラルメ、取り留めのない話、マネ1870年代末のサロン1877年のサロンには、ハムレットを演じるフォールが入選した。モデルのジャンバティスト・フォールは、有名なバリトン歌手で、印象派の作品を愛好しており、マネの作品を67点も収集していた。この絵は、フォールの当たり役、ハムレットを演じるところを描いたものだが、サロンでは、滑稽な肖像画だ、狂人になったハムレットが、マネ氏によって描かれたなどと風刺された。また、同じく1877年のサロンに応募した、ナナは、オランピアと同様、高級娼婦を描いた自然主義的な主題の作品だったが、落選した。1877年の冬から1878年にかけてサロンに出品するためカフェコンセールを舞台にした大作に取り掛かった。結局、マネはその作品を2分割し、ビアホールのウェイトレスとカフェにてという2つの作品となった。1878年のパリ万国博覧会とサロンには応募していない。友人ジュゼッペ・デ・ニッティスがレジオンドヌール勲章を受章すると、マネは勲章への絶望を隠そうとせず、ドガに僕が勲章をもらっていないですって。でもこれは僕のせいではありませんない、ママ。できればもらいたいですし、その目的のために必要なことは何でもするとあなたに誓いましょう。と話した。これに対し、外的な成功を侮蔑していたドガは、あなたが大層なブルジョワなのはずっとわかっていました。と返した。1878年、実業家、エルネスト・オシデが破産し、マネや印象派のコレクションが競売に付されたが、マネの作品は平均583フランであり、相当低い値しかつかなかった。モネをはじめとする印象派の画家の経済状況も苦しく、マネはモネに金銭的な援助をしている。1879年のサロンには、ボート遊びと温室にてを出品した。1880年のサロンには、現代生活の情景を描いた、ラテュイユ親父の店と、中学時代からの親友を描いた、アントナン・プルーストの肖像を出品した。マネは、サロン開会後、プルーストに次のような手紙を送っている。3週間前から、サロンに、あなたの肖像画が陳列されています。ドアに近い、展示場から切り離されたひどい壁面にかけられました。場所がそうなら評判はもっと悪いのです。しかし悪口を言われるのは私の宿命ですから達観してそれを受け止めています。それにしても人物を一人だけ画面に置くこと、そしてこの単独像に関心を集中させ、なおも生き生きとしているように見せることがいかに難しいかあなたにはほとんど信じがたいでしょう。二人の人物を描くことはそれに比べれば子供の遊びです。マネ、アントナン・プルースト宛書簡、カロリュス・デュランによるマネの肖像画。マネは1880年頃から16歳の時にブラジルで感染した梅毒の症状が悪化し、左足の壊疽が進んできた。医師から田舎での静養を指示され、1880年の夏はパリ郊外のベルビューに滞在した。マネは暇を紛らわすため、友人たちやお気に入りのモデル、イザベル・ルモニエに多くの手紙を送っている。晩年の2年間は病気のため大きな油彩画を制作することが難しくなり、パステル画を数多く描いている。1881年のサロンにアンリ・ロシュフォールの肖像を含む肖像画2点を出品し、銀メダルを獲得した。これによって以後のサロンには無審査で出品できることになった。この年の夏はベルサイユで療養した。庭付きの家を借り、庭で明るい色彩や躍動感のあるタッチを用いて光の変化を捉えた作品は印象主義に近づいている。11月、親友アントナン・プルーストがレオン・ガンベタ内閣の美術大臣に任命されると、その働きかけにより、マネは同年12月末、レジオン・ドヌール勲章を受章することができた。左足の痛みに耐えながら、1881年冬から翌1882年にかけて、最後の大作、ホリー・ベルジェールのバーの制作に取り組んだ。ホリー・ベルジェール劇場のバーで実際に働いていた、シュゾンというウェイトレスに、モデルを依頼した。正面を向いたウェイトレスは、うつろな視線であるが、鏡に映った後ろ姿では、飲み物を注文する。男性客に向かって身をかがめ話をしている。正面の姿と後ろ姿が一致しないことや遠近法の歪みは見る者を困惑させた。もっともこれは意図的に遠近法を無視し、ウェイトレスの空虚な表情に全力で焦点を当てたものとも説明されている。1882年のサロンには無審査の権利を行使してこの作品と春を出品したが、これが権利行使の最後の機会となった。春は女優ジャンヌ・ド・マルシーをモデルとし、式連作の一つとして構想されたものである。1882年7月から10月にかけて、パリ西郊のリュエユに滞在した。マネのもとには、上流階級の男たちの愛人メリー・ローラン、オペラ歌手、エミリー・アンブル、宝石商人の娘イザベル・ルモニエなど、多くの女性たちが訪れた。マネは、これらの女性の肖像画を数多く描いている。式連作の一つとして、メリー・ローランをモデルとする秋も制作されたが、式連作はついに完成に至らなかった。この頃、マネは唯一の相続人として、妻、シュザンヌを指名する遺言を作成した。ただし、死後の作品売り立ての売却益から5万フランをレオン・コエラに遺贈することとし、シュザンヌが相続した遺産は、彼女の死亡時、すべてをレオンに相続させることとされていた。1883年初め、マネの体力が目に見えて衰え、ベッドから起き上がれなくなった。4月20日、エソが進行した左足を切断する手術を受けた。しかし、経過は悪く、高熱に浮かされた末、4月30日、51歳で亡くなった。死の直前まで、アレクサンドル・カバネルへの敵意に取り憑かれており、病床で、あの男は健康なのにとうめいていたという。葬儀は5月3日に行われ、パリのパシーボ地に埋葬された。あらゆるグループの画家たちが葬儀に参列した。ドガは我々が考えていた以上に、彼は偉大だったと語った。パリパシーボ地にあるマネの墓。1884年1月、ウジェーヌ・マネとその妻、ベルト・モリゾの企画により、エコール・デ・ボザールで、マネの回顧展が開かれた。116点の油彩のほか、版画、デッサン、水彩、パステル画などを、合計200点を集めた大規模なものであり、成功を収めた。ただ、マネの評価が高まりつつあったアメリカと比べ、フランスでの評価は、まだまだ低かった。フエオ副少年について、その平面的な彩色を嫌い、これは扉に貼り付けられたダイヤのジャックだとけなした保守的な批評家もいた。回顧展後にオテル・ドゥローで行われた競売は順調にいかず、ベルト・モリゾは姉への手紙に美術学校での展覧会が成功した後で、競売の方は完全に失敗したのです。中略とにかく私はとてもがっかりしました。唯一の慰めは、マネの作品は皆心の美術愛好家や芸術家たちの手に渡ったということです。売り立ては全部で11万フランの収益がありました。本当を言うと、私たちは最低でも20万フランと見積もっていたのです。と書いている。1889年のパリ万国博覧会を記念して開かれたフランス美術100年展にマネのオランピアが展示された。この頃、お金に困ったマネの妻シュザンヌがオランピアをアメリカ人に売却しようとしていることを聞いたモネは、マネの代表作の海外流出を憂い、この作品を購入して、ルーブル美術館に寄贈する計画を立てた。モネは、オーギュスト・ロダン宛ての手紙で、これは、マネの業績に対する素晴らしい賛辞ですし、同時にこの絵の持ち主であるマネ夫人の経済状態を、さりげなく援助することにもなりますと書いている。元美術大臣アントナン・プルーストの反対にあったが、最終的にモネはオランピアを購入し、1890年11月、国のリュクサンブール美術館に展示させることに成功した。その時でも、ルーブル美術館にはふさわしくないという保守的アカデミズムの抵抗はまだ強かった。1907年に、ジョルジュ・クレマンソーの働きかけにより、ようやくルーブル美術館に移送された。1894年、印象派の画家で収集家でもあった、ギュスターブ・カイユボットが亡くなった時、マネや印象派の作品68点をリュクサンブール美術館に移贈するとの遺言を残した。この当時も、美術界の保守派の抵抗は根強く、受け入れには反対の声が強かった。結局、1896年2月、コレクションの中から40点が選ばれて、フランス政府が受け入れることになった。この中に、マネのバルコニーも含まれている。1905年、サロン・ドートンヌで、マネの油彩画25点、パステル画5点、水彩画1点の合計31点からなる、回顧展が開かれた。エミール・ゾラの肖像などサロン出品作5点を含む、充実した内容の展覧会であった。1906年、近代美術の大収集家、エティエンヌ・モローネラトンが、ルーブル美術館に寄贈したコレクションの中に、マネの草上の昼食など5作品が含まれていた。1932年、パリのオランジュリー美術館で生誕100年の記念展覧会が開かれた。この時、マネは国家レベルで最終的な承認を得たといえ、ポール・バレリーは展覧会カタログにマネの勝利と題する序文を寄せた。1983年にはパリのグランパレ美術館とニューヨークのメトロポリタン美術館で没後100年の回顧展が行われた。それまでのマネ研究が集大成された展覧会であり、近代絵画の巨匠としてのマネの地位は決定的なものとなった。同じ年、ポンピドゥセンターの国立近代美術館でボンジュール・ムッシュ・マネ展が開かれ、マネの絵画に触発された19世紀以降の作品と、現存画家の作品が展示され、オランピアをはじめとするマネ作品が後世に及ぼした影響を物語る内容となった。マネの生前の1878年、ジャン・バティスト・フォールが資金難により、オテル・ドゥ・リョーでマネの作品を競売に出した時、1点が2000フランで売れただけで、その他は売れなかった。エルネスト・オシデが破産して同じ年にマネの作品を競売に出したが、1点あたり35フランから800フランの間でしか落札されなかった。死の翌年1884年の回顧展後、オテル・ドゥ・リョーでその作品の多くが競売されたが、オランピアが400ポンド、アルジャントゥイユが500ポンドというのが高い方で、油絵93点他パステルが、水彩、デッサン、エッチング、リトグラフの総売上げは4665ポンドと、マヌケの期待を大きく下回った。落札者も大部分が遺族と友人であった。マネの市場価格は徐々に上がり、1898年、ギターを持つ女が2800ポンドで売られた。1910年以降、マンハイム市立美術館が皇帝、マキシミリアンの処刑を4500ポンドで購入するなど、ポンドで4桁台が常態となり、1920年代には、ポンドで5桁台のものも現れるようになった。1926年には、サミュエル・コートールドが、ホリー・ベルジェールのバーを24100ポンドで購入し、第二次世界大戦前のマネの最高記録となった。第二次世界大戦後は、ポンドで5桁台が常態となり、1958年に、旗で飾られたモニエ通りが113,000ポンドで落札され、ポンド6桁台が現れるようになった。それでも、ルノワールに比べると、市場での人気は高くなかった。ところが、1980年代以降、美術市場全体で良品が沸騰するに従い、マネ作品の価格はさらに高騰した。1986年12月1日、ロンドンのクリスティーズで、舗装工のいるモニエ通りが700万ポンドという高値を記録した。1989年11月14日、ニューヨークのクリスティーズで旗で飾られたモニエ通りが J. ポール・ゲティ美術館によって2400万ドルで落札され、マネの史上最高値を更新した。1997年にはパレットを持った自画像が1700万ドルという2番目の高値で落札された。同じパレットを持った自画像が2010年にロンドンで3320万ドルで落札されて、さらに記録を更新したが、2014年ニューヨークのクリスティーズで春が6512万ドル余りで J. ポール・ゲティ美術館に落札されたのが新たなマネ最高記録となった。マネの際マネは地質で生涯の制作数が比較的少ない。油絵は400点余り、水彩が100点余り、版画100種余りである。マネにはこれまで何種類かのカタログレゾネが刊行されている。1932年、ジョルジュ・ウィルデンシュタインらにより2巻からなるカタログレゾネが発刊され、546点の絵画、パステル画が時系列的に収録された。これを改訂したのが、ダニエル・ウィルデンシュタインらの1975年のカタログレゾネである。ファンタラトゥール、ドラクロワ来産1864年。マネや、ルグロ、ホイスラー、ブラックモン、ファンタラトゥール、デュランティ、ボードレールなどの若い画家、批評家は、ドラクロワの革新性を継承していた。19世紀半ば、フランスの絵画を支配していたのは、芸術アカデミーとサロン・ド・パリを牙城とするアカデミズム絵画であった。その主流を占める新古典主義は古代ギリシアにおいて完成された理想の美を規範とし、明快で安定した構図を追求した。また、色彩よりも正確なデッサンと陰影による肉付け法を重視していた。歴史画や神話画が高貴なジャンルとされたのに対し、肖像画や風景画は低俗なジャンルとされていた。明確な美の基準を持たない新興のブルジョワ階級は、伝統的なサロンの権威に盲従していたため、画家が絵を売って生活しようとすれば、サロンで入選し、賞を取ることが絶対的な条件となっていた。もっとも、こうした新古典主義に対抗して、ロマン主義を代表するウジェーヌ・ドラクロワは、ベネツィア派やピーテル・パウル・ルーベンスを信奉して、豊かな色彩表現を追求し、革命の第一の波をもたらした。ついで、ギュスターヴ・クールベは、写実主義を標榜し、卑近な題材を誠実に描こうとした。これは、革命の第二の波であった。ベルタールによるオランピアの風刺画。1865年。マネは保守的なブルジョワであり、彼自身はサロンに対する反旗を掲げるつもりはなく、むしろ過去の巨匠から積極的に学ぶことによって、サロンで成功することを切望していた。そのため、印象派グループ展が立ち上げられても参加せず、サロンへの応募を続けた。しかし、マネの草紙の昼食やオランピアは本人の意図に反して絵画界にとっての大スキャンダルを巻き起こし、第三の革命の引き金を引くことになった。その革命には主題の問題と造形の問題があった。主題の面ではニーフでも女神でもない現実の女性が裸身を晒すということ自体、フランス第二帝政時代の厳格な道徳観の下では強い非難に値した。当時のフランスは産業革命が急速に進行し、ブルジョワが台頭する時代であり、パリには大量の人口が流入し、都市として急拡大していた。ナポレオン3世がセーヌ県知事に任命したジョルジュ・オスマンによって、パリ改造が行われ、中世以来のゴミゴミした街並みや貧民区が一掃され、大通り、上下水道、アパルトマン、公園、鉄道などのインフラが整備されるとともに、劇場、競馬場、洗練されたレストラン、カフェ、デパートなど文化や娯楽が花開いた。その中で、娼婦は享楽に沸くパリの理念を象徴する存在であり、それを露骨に描いたオランピアは、ブルジョワ社会に冷や水を浴びせる作品であった。鉄道やバルコニーでは、近代社会における人間同士の冷ややかな関係や、人間疎外の様子を冷徹に描いた。このように近代化、都市化する時代をありのままに描くことがマネの本質であった。一方、造形の面では草紙の昼食もオランピアも伝統的な陰影による肉付けが施されておらず、平面的に見える。笛を吹く少年では背景は無地で奥行きが感じられない。ホリーベルジェールのバーではウェイトレスの正面の姿と背後の鏡に映った後ろ姿とが遠近法的に矛盾をきたしている。このようにマネの作品は伝統的な約束時にとらわれず画家が目撃した現実を伝えようとする点で革新的であった。この傾向は絵画が三次元空間の中で主題や物語性を伝えるという役割を捨て去り二次元の画面上で造形自体の表現性を追求していくフォーマリズム、モダニズムにつながるものであった。マネの生まれた家はルーブル美術館のすぐ近くにあり、マネは小さい頃から叔父に連れられてここを訪れていた。画家を志した1850年代にはトマクチュールの弟子としてルーブル美術館に登録し、模写をしており、ティツィアーノなどのベネツィア派を中心に、フランドル絵画、スペイン絵画の作品の模写が現存している。オランダのアムステルダム国立美術館、フィレンツェのウフィツィ美術館など、ヨーロッパ各地の美術館を訪れた際も模写を残している。また、当時、過去の主要画家の作品を網羅する美術全集やエッチングズ版入りの美術雑誌が刊行されるようになっており、マネは伝統的な絵画や同時代、外国の作品を複製図版で目にすることができる環境にあった。ティツィアーノ、田園の総額、ラファエロ、パリスの審判に基づくマルカントニオ・ライモンディの版が19世紀、フランスの画家にとってルネサンス期のイタリア絵画は基礎として必ず学ぶべき絵画であり、マネもこれを研究していた。マネの草上の昼食は友人マルセル・プルーストの回想によれば、ティツィアーノの田園の総額に発想を得たものである。加えて、三人の人物像を描くにあたっては、ラファエロのパリスの審判の右下の三人のポーズを採用し、モデルにポーズをとってもらって制作している。オランピアは、ティツィアーノのウルビーノのヴィーナスに依拠しつつ、その構成要素をことごとく変更することによって、原作の美しいヌードを否定した作品である。ゴヤ、マドリード、1808年5月3日また、マネは、スペイン絵画からも大きな影響を受け、特に1865年のスペイン旅行後は、ディエゴ・ベラスケスやフランシスコ・デ・ゴヤの影響が明らかな作品を多数制作している。マネの皇帝、マクシミリアンの処刑は、ゴヤのマドリード、1808年5月3日を下敷きにした絵であるが、ゴヤが民衆の英雄性、悲劇性を強調しているのに対し、マネの作品には高揚感はなく、冷徹なレアリスムに徹しているのが特徴である。背景のない全身像である、悲劇俳優や笛を吹く少年は、ベラスケスの道化師、パブロ・デ・バリャドリードに基づいたことが明らかである。マネは、スペイン旅行の直後、手紙に絵画における自分の理想の実現を彼の中に見出したと書いている。その他、フランドル絵画、オランダ絵画、フランス絵画の影響を受けた作品も指摘されている。マネは、オールドマスターの作品から様々な主題やモチーフを引用し、現代的な文脈に置き直していったと言える。マネ、婦人と奥義。マネの絵画、版画には、日本の美術工芸品が画中に書き込まれた作品や北斎漫画のモチーフを転用した作品も多い。マネの絵画には1860年代から流行したジャポニスムの影響も指摘されている。マネのエミール・ゾラの肖像の背景には日本の花鳥図屏風と浮世絵が飾られており、浮世絵への関心が伺える。マネの場合、単なる異国趣味として浮世絵を取り入れただけではなく、造形の中にこれを活かしている。笛を吹く少年の平面的な彩色には、ベラスケスからの他に浮世絵からの影響があると考えられる。キアサージ号とアラバマ号の海戦には、伝統的な遠近法と異なり、高い視点と水平線、船を画面の端に寄せる構図が採用されており、日本風の空間表現である。ボート遊びの水平線をなくし背景全体を水面とする構図、モチーフを切り取る手法も同様である。ゾラはマネの単純化された絵画を日本の版画と比較するのは興味深かろう。日本の版画は未知の優美さと見事な色ムラによってマネの絵と似ているのだから、と書いている。また、色彩の点では、マネの笛を吹く少年などに見られる平坦で強い黒は、スペイン絵画からの影響とともに、浮世絵や水墨画の影響を受けたことが指摘されている。バジールのアトリエ1870年。マネは、若い印象派の画家たちから敬愛を受け、前述のように伝統的な約束時にとらわれない、造形という点でも印象派に影響を与えた。フレデリック・バジールのバジールのアトリエでは、キャンバスの前でマネがバジールに助言を与えているところが描かれている。明示的にマネに倣った作品もあり、モネはマネの草上の昼食に発想を得て1865年から66年に同様の主題で草上の昼食を制作し、ポール・セザンヌも口述のようにモデルヌ・オランピアを制作した。マネ、ロンシャンの競馬場1864、65から72年。1864年から65年のロンシャンの競馬場のリトグラフでは、馬は四本脚というような既存の知識に頼ることなく、一見殴り描きのような線で、一瞬の力強い動きを描写している。このような手法は、印象派に引き継がれている。他方、マネが、後輩のモネや、弟子のベルト・モリゾら印象派から影響を受けた面もあり、1870年代には、印象派的な様式に近づいている。モネに倣って、古外制作を取り入れたり、印象派風の筆色分割を用いたりしている。もっとも、モネに代表される印象派が光と大気の揺らぎをキャンバスに留めることに集中し、人物をラフな筆色で幻影のように描いたのとは異なり、マネの描く人物には存在感と現実感があり、印象派とはやや関心が異なっていた。印象派が避けようとした黒も積極的に使用している。また、印象派の画家たちがサイズの小さい作品を多数制作する傾向に、あったのに対し、マネは大きな作品を毎回2点程度に集約して制作し、サロンに提出していた。これは、マネが伝統的な歴史画に匹敵する作品を現代の主題と新しい手法で作り上げ、伝統の枠組みの中で認めさせようという野心を持っていたことを示唆する。このように、マネは印象派の画家たちと影響を与え合っており、印象主義的な要素の濃い作品もあることから、印象派の一人として語られることもあるが、印象派グループ展に参加しなかったことから、印象派そのものには含めず、印象派の指導者あるいは先駆者として位置づけられるのが一般的である。セザンヌ、草上の昼食、セザンヌ、モデルヌ・オランピア・ポール・セザンヌは、マネの草上の昼食、オランピアに影響を受け、自ら草上の昼食、モデルヌ・オランピアを制作した。こうした作品を通じ、セザンヌは男女関係や女性のヌードをどのように描くのかという課題と向き合い、性的なエネルギーを暴発させるのではなく、造形作品として仕上げていくことを学んでいった。また、マネの温室にてや、ホリーベルジェールのバーでは、厳密な遠近法が取られず、複数の視点から見た形が画面上に統合されているが、これはセザンヌの静物画でも見られる特徴である。現実を単純に模倣するのではなく、自らの感覚で素材を操作し、絵画作品として造形するという発想は、マネからセザンヌ、ピカソにも受け継がれてゆく。ゴーギャン、マネ、オランピアの模写、ゴーギャン、資料が見ている、ポール・ゴーギャンも、オランピアのかなり忠実な模写を制作している。ゴーギャンのタヒチ時代の作品、資料が見ている、テアリー・バヒネなどのラフ像には、オランピアのイメージが見て取れ、しかも、平坦な色彩をさらに推し進めたものとなっている。マネの作品には、ゴーギャンにつながるオリエンタリズムやプリミティビスムの要素も隠れていることが伺える。アンリ・マティスは、マネは本能を解放することで、自らの感覚の直接的な表現を行った最初の画家です。と書いている。マティスのコリュールのフランス窓にマネのバルコニーからの刺激が見られるとの指摘もある。明示的なパロディとして有名なのはシュルレアリスムの画家ルネ・マグリットがバルコニーの人物を棺桶に置き換えた作品であり、現代人の孤独や孤立性を誇張している。パブロ・ピカソは1901年にオランピアのパロディを描いている。白人のラフが黒人になっており、召使いが黒人女性から白人男性に代わり、猫に犬が加わり、裸の自画像が客として描かれている。召喚を舞台とした大作、アビニオンの娘たちの3証言の一つとなっているとされる。恋人たちはマネの7に依拠しながら大胆に変更を加えた作品で、画面の右上にマネという文字が入っている。その他にもマネ作品を引用。再解釈したと考えられる作品がある。晩年のピカソは過去の名作のバリエーションを多数制作しているが、1959年8月から1962年7月にかけて草上の昼食のバリエーションを手掛け、油彩画27点、デッサン140点、厚紙模型、彫刻などを残している。ありがとうございます。